出血が認められます。これがナビ？かわいい。あんた、ずいぶん性格が変わったね。何改まってんのよ。目障りなんだよ。とっとと消えてよ。そのお人形さんは空中に表示されている映像ってわけ。本船はただいま大島港に入港いたしました。ご乗船誠にありがとうございました。いい天気、ようやく着いたね。お二人にはどうもお世話になりました。ご乗船誠にありがとうございました。さてと、僕たちはこれからどうするの？ね、小島にあるホテルに部屋を取ってあるから、ここから渡し船に乗るのよね。渡し船？ほら、あそこに見えるじゃない。あんな小さな船に乗るの？出港までしばらく時間がある。少し待っててくれ。あら？メイさんたちも小島へ行かれるの？よし、時間だ。ゴー。よし、着いたぞ。足元に注意して降りるんだぜ。悪魔の島じゃ。帰りなせ。おいおい、ばあさん、わけのわからんこと言ってないで、さっさと帰りな。帰れ。私たち少し観光してからホテルに行くんです。それでは失礼します。どこかへ行こうにも場所がわからないんですが。そこの看板に地図が載ってるんじゃない？歓迎文の下に小さな地図が書かれてるけど、薄くなってて読めないよ。
ナビには駐在所と書いてあるのが見えます。地図を空中に投影しますね。ナビのホログラム装置を使って地図を映像化してみました。現在地には名人形を表示します。今は港しか表示されていませんが、他の地名を書き込むことでその場所に移動できるようになります。それじゃあ駐在所を地図に書き込んでみましょうか。まず地名を選びましょう。十字キーで羽を動かして、黄色の地名はまだ地図に書き込んでいないことを示しているんです。ここで1ボタンを押すと羽が地図上に表示。次に地図を区切っている四角形の中から地名を書き込む。四角形の一辺は500メートルです。つまり今羽が指している場所は港から南に。ここで1ボタンを押すと、ほら、これで駐在所が地図に書き込まれました。それじゃあ頑張って正しい地図を完成させてくださいね。で、駐在所に行くときはどうすればいいの？港の外に出てから地図を表示しますから、行きたい場所を選んで1ボタンを押してください。あ、言い忘れてましたけど、さっきナビが書き込んだ駐在所の位置は間違ってますからね。は？いえ、ですからね、このまま駐在所に行こうとしても駐在所には着かないんです。看板にあった駐在所の位置は港から南西700メートルほどの場所でしたよね。ですからメインが地図に書き込み直してくださいね。2ボタンを押すと表示される地図を実行すればいつでも地名を書き込めますから。離せ！って、こんなもん振り回して暴れるなって、いてててて。何をしとるか。逃げましたね。やれやれ、なんか気が抜けちまったな。さて、俺は仕事があるからな、港へ戻るとするか。とにかく人に当たらなんでよかったわい。とんだ余興でしたね。まあ、誰も怪我をしなくて幸いでしたか。それでは渡部さん、船が出てしまいますので僕はこれで失礼します。すまんな村野君、また遊びに来ておくれ。それじゃあ気をつけて帰るんじゃぞ。いやはや、ようやく落ち着いたな。ところで何か聞きたいことでもあるのかな？近頃は観光客がみんなホテルの場所を聞いてくるの。道に沿って南南西に向かいなされ、海岸のそばにホテルが見えるはずじゃ。またいつでも訪ねてきてくだされの。
小島ホテルへようこそ。ようこそおいでくださいました。予約していた柳元子と草薙芽衣だけど。柳様と草薙様でございますね。少々お待ちください。ちょっと、芽衣、本名スターじゃなかったの？草薙ってのは何よ。どっちも本名だよ。草薙は死んじゃったお父さんの名前なんだけどね。お父さんは草薙英二って名前でね、一応刑事だったんだよ。でも捜査に行き詰まったのか、ノイローゼだったのか、5年前に睡眠薬を飲んで自殺しちゃったんだ。新聞とかにも大きく載ったんだけど覚えてるわけないか。元子も小学生だったもんね。5年も前のことだもの。気にしてないよ。お待たせいたしました。こちらが柳様と草薙様のお部屋の鍵になります。柳様が403号室、草薙様が402号室でございます。目が402号室で、私が403号室だったわね。はい。でも、なんで別々の部屋なんですか？しょうがないじゃない。このホテルったら、一人用の部屋の他は、すっごーく高いスイートルームしかないんだもの。402号室、メイの部屋ですね。それじゃね。私は隣の403号室だから、出かけるときに呼んでよね。へえ、結構いい部屋だよね。かなり豪華ですね。部屋数も少ないし、考えてみれば変なホテルですよね。きっとオーナーが道楽でやってるんだよ。おーっと、窓からの眺めがすごいじゃない。青い空に広い海、本当に綺麗だよね。メイって表現が稚拙ですよね。もっとこう、さえ渡る青空に断然と輝く澄んだ海って感じとかですね。ナビって妙なところで細かいんだよね。